今日は2020年4月1日、水曜日です。天気は朝から雨で、時々曇り。これは過去の話題からピックアップしたものをご紹介します。まずはタイトル内容から記事欄へと読み上げます。スカーレットモデルの実話。白血病と告げられ震えが止まらなかった。神山紀代子の半生、後編。死柄木の人父が、ここまで私を生かしてくれた。神山紀代子陶芸家。神山さんの作品。アーティスティックなオブジェよりも、身近で長く使ってもらえる日用の陶器を作りたかった。神山さん。先週末、最終回を迎えた NHK 連続テレビ小説スカレット。主人公、キミコのモデルとなったのは、女性陶芸家の草分けとして知られる神山紀代子さんの人生だった。陶器の里として知られる滋賀県甲賀市信楽町。神山さんがこの地に窯を作ったのは34歳の時だ。失われた自然釉の製法で古の部落焼けを再現することに心血を注いだ神山さん。貧困や夫の裏切り、息子との死別。彼女が語ったその半生は壮絶なものだった。厚生門倉牧子撮影下越春樹。厚生門倉牧子。父を求めて軽トラックで全国へ。離婚してからは、ますます陶芸にのめり込んでいきました。自然釉を作り出すためには土選びが重要なので、全国の土を求めて80カ所ぐらい回ったね。軽トラックにスコップとすき、長靴を積んで、子供を連れ、あちこちでテントを張って。貧しいから店で食事なんてできん。包丁とまな板を持って海山の幸をもらいました。魚を釣ったり、キノコを取ったり、土地土地の山から土をもらってきては、練って釜で焼いて実験する。土泥棒やね。小。細かく釜焚き日記をつけました。天候や時間、釜の温度を15分おきに記録する。もう執念や。一つの道を極めるには執念しかありません。いにしえの色を復活させる。これは私に与えられた使命と思えました。こういうところは父にそっくりなんやね。厄介な人でしたけど、物事をよく観察する独特な人でした。野菜の種をまいたら、芽が出て何センチ伸びたかを、物差しで記録する。必要な堆肥も自分で作る。父に言わせれば、物は一からこしらえるのが当たり前。人に頼んだもんは、作ったとは言えんと。そういう性質は似てるんですね。成し遂げるまで決して諦めんところも。そして、息子が12歳になった頃、彼が釉薬を使ってない自然色、ビードロ釉の陶器の破片を拾ってきた。それこそ、私の探し求めていた色。聞いたら家のすぐ近くでブルドーザーが山を削っていて、そこで拾ったと。灯台もと暮らしやったね。この土や、と真夜中にスコップを持って行ったら、土に埋もれた古代の穴窯が2つ出てきたんです。秘密の発掘気分やね。この日が出発点となりました。ちょっとばかりなが知られたといっても、子供を2人連れての生活は食うや食わずれ、いよいよたきりも買えん。出稼ぎせねばならん、と思っていた矢先に、救いのようにこの土が現れてくれた。釜に火入れして、1200度に保ちながら焚き火を耐えて6日、7日釜の中はゴーゴーと燃え盛って、陶芸家が命を懸ける時間です。そして16日目に火を止めた。長い間、研究し続けた結果で、これで必ずできるはず。釜出しの日、火色に焼けた壺に、見事に綺麗なビード炉がかかっていた。私が発見した色、焼き方です。泣けました。1976年、
NHK の新日本紀行で私の見出した信楽自然湯を取り上げてくれて、女の釜炊きがいると全国に知れ渡りました。国内だけでなくアメリカやスペインでも個展が開かれるようになったけれども、生活は相変わらず貧乏。あの頃は全国から来た弟子が住み込みで6人ぐらいおりまして、動物に食べさせると言って晩のおかずにパンの切れ端をもらってきたり、自分の子たちがお腹を空かせてるのになんやかやとみんなの面倒を見てしまうところは結局父と同じやないかと思ったもんです。白血病と告げられ震えが止まらなかった。長男の健一は私の背中を見て育ったせいか、工業高校の養業科で釉薬の研究をして、卒業後は私と同じ陶芸の世界に入りました。嬉しいというか、その道しかないやろうなと思いましたよ。健一は中国伝承の天目茶碗の制作を始めたんですが、1990年、29歳の冬、突然倒れてしまった。地元の病院に行くと精密検査を受けるように言われて、嫌な予感がしたんです。お医者さんに告げられた病名は慢性骨髄性白血病。2日後には大津の関十字病院に転院して詳しい説明を受けました。血液のがんで、すくうには白血球の方、 HLA が合う健康な提供者の骨髄液を移植してもらうしかない。他人と肩が合う確率は数万人に1人。なんでうちの子がと震えが止めらんかった。先生からは今のところ助かる見込みがない病気で、発病して2年半でみんな亡くなってると息子のいるところではっきり言われました。なんとかして助ける道はないものかと、白血病について書かれた本をとことん読んで、海外にある骨髄バンクというものが日本にはないと知りました。自宅に飾られている健一さんの写真、健太への感謝状は1994年に送られたもの。息子が流した血の涙、ないなら作ればいい。知り合いに厚生省当時の人がいて、尋ねたら2日3日後に電話をもらって応援しますと言ってくれました。今誰かが動かんと10年20年後も変わらないです。その言葉にどんなに勇気づけられたことか。骨髄バンク設立に向け、滋賀県の医師たちも応援してくれて、全国の医師会へ広がっていったんです。支援者も増えていきました。ただ世の中にはいろんな人がいるもので、心ないことも随分言われました。病気はうつるだの、恥さらしだの、私が涙を見せもんだから白状だとも言われた。悔しかったですけどな、泣いてなどいられん。泣いたら自分もふにゃふにゃになってしまう。女はなよなよしたらいかん。作品を売ったお金もすべて運動や治療費に消えてしまった。それでも踏ん張って、ようやく翌年、健一は名古屋赤十字病院で移植手術を受けることになった。完全に適合したわけではないけれど、私の妹が提供者になってくれた。最後の望みでしたけれどダメでした。私は息子が帰ってくることを願って、家の玄関先にムスカリの花の球根をたくさん植えていたんです。息子が好きだった、春に咲く花だから。運動の会があって、91年の12月に骨髄移植推進財団が立ち上がりました。けれど息子の命の火は日に日に弱くなっている。あと何日何日と命が縮まっていくのを見るのは辛かったです。年が明けて、私は思い切って息子に胃潰瘍を医学の研究に使ってもらう検体の話をしました。死というのは誰にでも来る。人様のお役に立てればこれも恩返しや。
母さんも一緒に登録する。自分の体を医学に捧げるんは尊いことや、バンクを作ったのも健一が命を懸けてやったことや、きっと誰かが助かる、誇りを持って死んでゆける。息子はじっと話を聞くと笑って同意してくれました。この時私は息子が入院前に必死で作った大壺を焼こうと思いました。息子が作った最後の壺を信楽自然湯で残したいと思ったんです。それから弟子の力を借りながら2週間ほど日を絶やさず、名古屋の病院と信楽の釜を行き来しました。最後の3日間は釜に詰めて息子の顔を見なかった。焼き上げた翌日、病院へ抱えていきました。壺を持つような体力はなかったけれど、息子は嬉しそうだった。健一は目から出血していたので赤い涙を流して、私もその時は涙をこらえられなかったね。それから1ヶ月ほどした92年の4月、健一は永眠しました。死の間際、私は背中をさすり続けて年々コロリよと歌いました。まだ赤ん坊だったあの子に聞かせていた懐かしい子守歌です。あれから27年が経ちました。私は83歳になって今も信楽の里で土をこねている。私が30代の頃、陶芸の心を学んだ師匠ヤギイップ先生に言われた、すべてのものには天に昇る力がある、壺もそうや、空へ向かっていく形やないと、という言葉がいつもの身にあります。私には作刀しかないんです。どんなことがあろうと、一つ父が私の人生を支えてくれた、私をここまで生きさせてくれたんです。これから私は神山塾というものをやりたい、そんな夢を持っています。老若男女、誰が来ても印象を持って作刀したい、そういう人たちの力になれたらと。後世、門倉真紀子。出典婦人公論2019年11月12日号。諦めない強さ、憧れるわ。神山清子陶芸家。1936年長崎県生まれ。44年に滋賀、信楽へ一家で移住。中学卒業後、陶器会社に入社。63年に独立し、信楽焼の食器などを制作。70年以降、5年をかけて信楽自然湯の再現を果たす。息子、健一も陶芸の道に進むが、90年白血病を患う。息子の陶業生活を支えながら、骨髄移植推進財団、現日本骨髄バンクの設立に尽力する。2005年、その半生を映画化した氷河が公開。作品は日本のみならず、韓国、中国、台湾などでも高く評価されている。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に、幸、多からんことをお祈りしております。よろしければ、チャンネル登録をお願いいたします。